命の危険が迫ってるので、とりあえずカップヌードル。味噌ラーメン。高タンパクプロカップヌードル。高タンパクプロカップヌードル。豚骨ラーメン。お前には食わせんぞ。俺は食うからな。お前食るな。塩ラーメン。激辛タンメン。サントラ味噌ラーメン。カップヌードル、チリトマトヌードル。味噌ラーメン。あれ、味噌ラーメンが2つもある。意味がわからん。塩ラーメン、めっちゃうまいです。ちゃんぽん麺、これはよくゴミ収集の時食ってました。お昼に弁当捨てて食ってました。カップヌードル激辛麺。はい、あ、ポケットの中から出てきました。カップヌードル担々麺。豚骨ラーメン。なんでこれ2つあるや。同じもんが高血圧なので。醤油ラーメン、これは弟が大好きでした。今は亡き弟が大好きでした。カップヌードルチーズカリー、これは俺元職場の上司奥村さんが大好きでした。こっちにずらします。世界のカップヌードル、コクから海鮮キムチチゲ、こちらウーア先輩が週1回チートデイの日に食べてました。冬限定営業村中ラーメン研究所札幌味噌ラーメン、こちら、俺もまだ未開発作ったことありません。こちらです。
ちらはね、僕も北海道行った時にね、あの北海道のホテルで一元食ってました。あんまり美味しくないですね。こちらです。数学知りません。買い出し白湯、白湯、白湯、濃厚でクリーミーな買い出し白湯ラーメン。これはね、多分汁がうまいです。カップヌードルバターコーン、バトー香るコクうまシーフード。こちらはね、俺バターコーン大好きなんで、こちら僕が食います。カップヌードル、カリーみそこ服、実験だよ。買い出し醤油、人類、人類麺、麺大盛り味噌ラーメン、麺折り豚こく醤油ラーメン、よし、それもうまいっすね。つゆのみそ汁、札幌の裏定番、札幌黒醤油ラーメン。カップヌードル、ネギ塩、よし、戻ります。面白くないから早く食べなよ。じゃあ出てけ、お前みたいなやつ。先にまず血圧を測ってやりたいと思います。今の血圧を測ってから余計血圧上がる。いいよもう、血圧上がってんだから。血圧破壊実験します。よし、ペヤング結局ないんか。ねえわよ、シャンモン。仕事行きたくないから。いや、仕事はそもそも行かないですよ別に。血圧なんか関係ないです。お湯ある？あるよ、うん、とりあえずあの血圧計、
ペヤングなんかもう時代遅れだよ。今はカップヌードルですよ。よし、どうしようかな。これあのミロクが出てくるから、これをパン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 投げ込んで、いやもう開き直るでしょ当たり前に。ちょっと見ろ、早くしろよ。なんだお前さっきから。ちょっと血圧計ない？ちょうだい、ちょっと貸して。血圧計どこにあるでしょ。どこに？そことはないですけど、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 どこにあるか分かりませんけど。じゃあ早くして。血圧計どこにある？玄関。ないんだけど、玄関なんかに。はい、何で閉めるの？いいよね。いや、そこ閉めたから入り口で出たりするけん、一回閉めとかんと。この時間だけでも。じゃあいいけん、まあ、そんな血圧計は。色はいいけん。だって臭いじゃん、ほとんど。このトイレ使わないようになったように、これがあって。色はいいけん。その前、その部屋開けるなよ。開けるなよ、その部屋。そこ開けたらお前出てくるけん。血圧計なのこれ。開けるなよ、そこ。何それ？え？何買ってきた？これ何？開けるなよそこ、まず絶対に。これなんだ。え？これ何？何が？これは何？こんな無駄なお金使って。血圧赤い実験ですけど。あんた命取りになるよ、いい？いやもう命取り、命取りじゃないです。こんなことしたらもうあんた死んでも知らんよ。なあ、じゃあさよなら。脳梗塞とかなんて。そうなら、それが唯一の親孝行です。なんでこんなことする？あんたバカじゃないよ、本当にバカだね。ん？頭狂ってるわ。じゃあとりあえずこれ血圧じゃないよ、これ7分マウスが入ってんの、これこの中に。マウス？血圧計だよ。ん？こんなことしたらダメだわ、あんた。なんで？どうなる？何よりも管理人のお金が持って、こんなお金あるんじゃ、あんたもっと支払いがあるでしょ、他に。結局お前はお金かよ。お金のことしか気にしてない。健康のことなんか一切気にしてないんだよ。お前はただお金のことだけしか気にしてないんだよ。違う、こんなもん食べたら話にならんす。なんでこんなん食べよう。お前はお金のことしか気にしてないからさ、健康のことなんかどうでもいいと思ってんだよ、実際。人がお前作ったのに、おかず。だから何なんですか、これでも食べたら。いや、お前はだって健康のことなんか気にしてないじゃん、お金のことじゃん。なんで今作ったんだって、ご飯のおかず、ご飯も。で、なんでこんなことする？いや、お前はお金のことしか気にしてないじゃん。逃げた。
見ましたよ。しょうもないですね。とりあえずまず血圧上がりたいと思います。血圧を逃げてし、なおかつ鍵閉めやがったし、意味がわからないです。命よりお金ですね、あのババアは。関係ないでね。そういう人間やと思ってるんで。やり方がわからんぞ。やり方が。血圧測りたくねえんだよね、マジで本当に。これ多分こうしてひじより上、あ、そういうこと。これですか。ちょっと待てよ。こうしてこれですか。あ、これで OK。鍵閉めんなよ。あー、もうくそ。で、こうやっときゃいいの。こうやっときゃいいんか。そのホース内側だよ。どういうこと、内側だよって。あ、冷静にならないとね。お、ちょっと下がったっす。ちょっと下がりました。やった。やったでもねえな。
いくつよ。じゃあこれで血圧の薬飲んでいくわ。これを食いつつ。今の基準値低すぎる。なんぼ？最低血圧が、70です。上。正常値ってなんぼなの？正常値。上が開きすぎはダメ？上がだいたい開いてもどれぐらいじゃないとダメなの？開いて差がなんぼぐらい？60以上だとどうなる？60以上だとどうなる？130超えたら高血圧。いや、マジで？大丈夫か俺これ。これどうなの？どうなんすかこれ。やばいよ、まだ大丈夫、やばいよ。ちょっと待って。やばいのか大丈夫のか、ちょっと聞いて。ちょっと待って、おい。やばいのレモン君。これ下がさ、今測ったけど、下が80。上が156。わあ、上がやばいね。え？上がまだ治るらしい。これはまだいいんじゃない。だってお父さん倒れた時240だったもん。え？240で倒れた。じゃあ俺でも高血圧の薬もらったけど、うん、これから、ま、あれ飲みなしたら毎日飲まってけんよ。毎日そう飲んだり飲まんだったりしたら倒れる。脳梗塞とかになるの。ずっと飲まんと、飲んだり飲まんだったりしたら、うん、余計になんか悪い。ずっと続けて飲まんとダメなの、必ず。でお父さん、うん、薬がなくなって2週間ほど飲まんだって倒れたもん。ずっと飲んだ。あれ飲むとでもアスピリンってやつだよ。何か分からん。血圧測ってもらえて、今血圧測ったんだけど。掃除せんでね、これ。ちょっと見るのに。ちょ、ヒカルくんなんぼなの、高血圧。ヒカルくんは3倍目。ヒカルは血圧いくらだったの？なんぼあったの？俺一生これ俺一生もこれ腕につけて歩くわ。マジ一生飲まんとけよ。一生も血圧計つけとくわ。血圧の違う。薬は飲むけども、血圧計も常にやっとかんと。わか
じゃあちょっとあんた測ってみて、あんた正常の人はどんな感じなの。じゃああんたちょっとやってみて、あんたも血圧高いんじゃないの。低いの。じゃあちょっとやって測ってみて。年取ってまあちょっと普通になってから若いけど。ちょっとや測ってみて。まあ、忙しいよ。いや分かったけど、ちょっと一回だけでいいけん、その忙しいって。一回だけ。あんた玄関開けてないんだ。見ろ、うろうろしてる。開けてねえわよ。一回だけ、いや一回だけちょっと正常の、じゃあ、あんただって血圧高いって、そもそもうちの家計が高いだろ。そんなことないよ。私だって高くないもん、全然。いや、平八は高いんだろ。それはね、おばあさんが高いから、おばあさんが。だから。私は高くないよ。はい。なんかどこにつやるよ、これ。なんかこれが取れてんだけど。変な。で、なんだこれ。知らねえよ、これ。どけ。あ、じゃあそれで腕を、うん、私今バタバタしてると上がるんだわね。安静にしとかんと下がらんのよ。左じゃないの普通。一緒だ、右も左も。今バタバタしてると。いや、今しゃべるな。高いと思うよ。ふーって言っとけ。ヒーヒーふーって。痛い。これバタバタしてると上がるんだわ、ね、いやだからあんたがしゃべるから上がんで。じっとしてるのしてないと思う。じっとしゃべるなっつの。痛っ。しゃべるな。痛いもん。しゃべるな。しまって。しゃべるな。多分高いと思うよ。ずっとさっきからバタバタしとるけん。バタバタしとると上がるんだわ、血圧って。その人と違うんだよ。高っ。125もある。私、普通そんなに高くない。110ぐらいで。低くね？いや、高いよ、私にしてみたら。これずっとバタバタ。さっきからずっと動いとるけどね。しょうがない。でもこれ全然正常範囲だって。低ないわ。低くないわね、全然。私にしてるの。じゃあ、血圧。じゃあ、ちょっと今日からじゃあ薬飲みますね。いや、本当に毎日飲まずダメだよ。飲んだり飲まんだったりしたら。いや、だから なんていう薬か。ちょっと、まあ、ミロ君が出ていくから。ミロ、どっか行ったよ。あれ？あ、おい、ダメだ。ダメだ。光る血圧やばい。光る177。あいだ。いた。ちょっと手伝ってよこれ。は？いや、それ持っていかんでいいけん。だってお父さん明日帰ってくるもん。いや、帰らんでいいけん。猫のね、飲みって言われた、多分。で、思うに飲みじゃないかと。で、アメリカに血液送られてらしいんだわ、うん、で、そのアメリカじゃないと分かんなくて、来月の6月になってから帰って返事が来るらしいけど、思うにミロがこれ逃走して、あの時よりもお父さんもっと前からもう腫れとったって言うんだわ。で、その前草取りしたの、お父さんが。ミロが逃走するよ、もう何日か前に。で、座ったまま草むらで。で、うちチャトロタクはいっぱい来たでしょ。野良猫が、ミネリナとか。あれらが、まああれらが関係するけど、とにかく草むらにはノミがいっぱいおるらしいんだわ。で、そこに座って草取りしたのよ。何時間か。その時にノミ、お父さん、その時にノミ、多分ね、噛まれたんだと思うよ。あれで飲みを、体内に飲みの菌を入れて、飲みが噛んだの。それで、だからミロじゃなくて、草むらの逃げるよりもっと前からだったって言ったもん、今日。で、その血液をアメリカに今送っとられて、その返事が返ってくるのが、そのままいいんだけど。なら、とにかく家中の、いや、掃除せんときゃなし。とりあえず、いや、ちょ、そん、いや、うるせえ、掃除なんか。だって、ダニとかホコリで全部掃除せって先生が言わん。先に血圧計の薬やこんな。ちょっとこのベッドで。待って、血圧計の薬飲んでからだろ。アメリカってのは何やねん。
アムロジピン、これ何の物質ですか。アムロジンピンやろ。うん、いやいや、アムロジピンって書いてあるよ。久々にコメントするぐらいの血圧やで。え、どういうことだよ。スイタは結局太さがないでしょ。